よいよか。この戦いで魔界を手中に収めねば、地球は100年と経たず滅んでしまうだろう。魔界を支配下に置くこと、これが我が地球を救う唯一の手段なのだ。その通りだ。あなた、何かご用かな。うん、出陣を前に臆病風に吹かされておらぬかと心配になってな。そんなことはない。最高の軍事力、最強の精鋭部隊、最大規模の宇宙艦隊をもっての出撃だ。あなたの情報が正しければ我々に負ける要素はない。それを聞いて安心した。期待しておるぞ。ヤツめ、私に魔界の情報を与え何を企んでいるのだ。いや、今は迷っている時ではない。地球はもう後戻りできないのだ。全軍出撃。地球防衛軍宇宙大艦隊、発進せよ。第11話、勇者の心、魔王の心。いかん、いかん、いかん、いかんぞ。なんとか地球へ戻る方法を見つけねば。このままでは本当に魔界勇者にされてしまう。何か良い方法はないものか。そうだ、地球防衛軍、私が地球へ戻らなければ彼らが救援に来てくれるはず。うん、希望の光が見えてきたぞ。おい、それは独り言のつもりか。丸聞こえだぞ。ゴードン、本気で地球防衛軍が救援に来てくれると思っているの？当たり前ではないか。私は彼らを信じている。殿下、殿下。どうした、何事だ。殿下宛に挑戦状が届きました。何だと、誰からだ。それがなんと地球勇者さんからなんですよ。何だって。おかしいな、私は挑戦状など出してないが。内容は。ってやつですか。そうだ、そいつも倒して家来にしてやる。よかったな、ゴードン、お前の仲間が増えることになりそうだぞ。
それ。